はい、こんにちは、沖縄、おばばです。はい、えーですね、まあ、ちょっと雑談なんですけど、なんかね、まあ、皆さん、ワクリンゴには気をつけましょう。はい、えー、昨日ね、えー、ちょっと、あの、いつ、いつも言っているね、えー、天然工房のね、パンのお店にパンを買いに行ってきたんですけど、えー、私の前に、あの、入ってた人が、 ああ、入ってきた人が、畜人でした。はい。えー、畜、竹人でした。はい。なんともそれだけです。はい。えー、まあね、なんか、喉が意外がってしたんで、あれと思って、見たら、見たら、どす黒かったんですよ。はいはい。 まあ、しょうがないです。もう帰ってきて、もう、下毒を中心にしました。でもね、なんか関節がおかしくなったんで、あれと思って、なんか足が痛くなってきたんで、あれと思ったんですけど。ええー、まあね、どういう関係があるのか私わかんないんですけど、ちょっとその夜、ね、あの夜っていうかまあお昼にね、えー、カレーを食べたんですよ。はい。 えー、作ったカレーね、えー、おととい作ったカレーね、ちょっと食べてなかったんで、昨日ね。だいたい2日分ぐらい作っておくんですけど、食べたらなんか、まあ、いつもは感じないようなね、えー、ここのとこ感じてなかった、その、吐き気を感じてね、吐いてしまいました。しかし、 その後ね、その方、足の関節は全然大丈夫になりました。何か入ったんでしょうね、体の中にね。で、吐くと同時に多分それが抜けてったんだろうと思います。はい。えー、関節が全然それから、吐いてからもう、治っちゃいました。はい。おかしいなと思って。どういう理由なんだかわかんないですけどね。はい。まあ、そういう感じですね。まあ、でも解毒は本当にした方がいいです。はい。 えー、とりあえず体が知らせてくれるので、本当にこれは、あ非常になんか私にしてみれば、非常に対処しやすくて、えー、まあいいんですけどね。はい。そして対処した後は必ず良くなってるんでね。はい。<laughs> まあそういう感じです。はい。それからですね、まあ昨日ちょっとね、純明さんのところでね、あのー、言っていたその例のね、安のね、国のね、え、人参ゃですね、人参ゃ はい、えー、これね、私もね、前々からね、んって思うことはちょっといろ、実はいろいろあったんですよ。はい、なんか霊感が強い人が行くとなんか吐き気するとかそういうふうにあの言われてるコメントが参見されたんですけど、まあそういうことではなくてね、なんかね、考えるとおかしいなっていうことがたくさんあって、あそこ、まあ、一見普通の神社に見えるんですけど、 おかしいと思うのが、日本の神社ってね、古来、あの、日本の神様が祀られてるんですよ。まあ、そういう、あの、亡くなった人のね、霊も、あの、祭りますけど、でも、それプラス、普通は、なんていうのかな、あの、神道でお葬式する人もいるんでね、えー、そういう人がいる神社は、確か、そういう人も祀ってるんですけど、それプラス、普通は日本古来の、えー、なんとかの御事とかね、 ええー、いろいろあの、ま、お祭りしてあるはずなんですよね、普通は。はい。あのー、日本書紀やらね、古事記の神様たちがね、えー、お祭りしてあるのが普通の神社ですよね。ええー、それがね、ないんですよね。すっごいそれちょっと違和感、いっずっと感じてて、で、あれっと、普通は日本の神社だったら日本の神様をお祭りしてるんだけど、それが、 見当たらないと。はい。そして、もっとちょっとおかしいなと思ったのは、まあ、校内入ったことのある人だったら気がつくでしょうけど、兵器が置いてあるんですよね、あそこ。あの、戦車とかね。置いてあるんですよ。すんごい私それが違和,違和感感じて。だって、戦争で亡くなった人をお祭りしてるんだから、平和なものを置かないかいって。 そんな自分たちが死んだ、亡くなった原因のものを、そこに置いといて、英霊すごく嫌なんじゃないかなって私すっごい思ってたんですよ、それはずっと。前々から、実は。だから、ね、英霊が亡くなって、その戦争が原因で亡くなったんだから、そういう関係するものを見るのは、あんまり気分のいいもんじゃないんじゃないかって私ずっと思ってたんですよ、これ。 今だから言いますけど、はい。そうなんですよね。だから、なんかね、ものすごい違和,違和感があって、なんかこれなんか別の意図があるんじゃないかなとは、うすうす感じていました。はい。まあ、そういうことですよね。それで昨日のコメントでこういうコメントがありました。実は、あの、安のね、国のね、人人ーはね、 えー、警告式の神人じだそうです。はい。日本式のじゃないそうです。だから、あーなんて言うのかな。その、日本のね、その神社のね、その、なんて言うのかな、その、集まりっていうか、会ですね。えー、そういうのにも入ってませんよっていうことが書いてあって、それで、あなんか辻褄が合いましたね、私の中では。 あ、そういうことかって。で、あそこ、明治天皇が確か、明明じじのね、天皇が確か作ったんですよね。天ぷらさんがね。でも、考えてみれば、明明じじの天ぷらさんって、あのー、お取り替え説がね、出てますからね、お取り替え。はい。まあ、あの、顔見たら全然別人ですからね。はい。そういうことなんですよ。 それで全ての辻褄が会いました。そういうことだったのねって。なので、あそこは日本の神々を、なんていうのかな、お祭りする神社ではないということなんですよ。で、英霊の扱いも非常に悪いですよね。それを考えると。なんで死んだ原因のものをそこに置いておくんだっていうことを悲しむんじゃないかと。絶対にその英霊の人たちは、故郷に帰りたいと思ってたし、 その故郷に、で、なんていうのかな、お祭りされるっていうのがね、本当だと思うんですよね、それがね。だから、ここら辺で闇のイルミなんちゃらを、あの、まあ、スピ、ちょっとスピ系に入っちゃうんですけど、感じてしまうことがあるんですよ。まあ、これはね、あのー、そういう、まあ、聞いた話です。闇のイルミなんちゃらは、そういう魂みたいなものをね、 こう、人間の、そのスピリッツみたいなものを利用するとは聞いてるんですよ。だから、そこに縛り付けておくことで、なんか自分たちの勢力を、あの、増大させるみたいなね、そういう作用があるんですよっていうことを昔ね、その手の、なんていう、詳しい方から聞いています。なので、彼らは人間をね、こう、ちょめちょめしたりとかね、うん。 人の弦をね、ちょめちょめしたりとか、子供をちょめちょめしたりとかね、そういうことで、あのー、それから出るね、なスピリッツ的なものを集めて自分たちの、あの、影響力にしているっていうことを私は、あずっと前から聞いてます。なので、もしかしたら、安の国々のね、人人ジ,ジャーも、多分そういう目的で作られたんじゃないかって。 まあ、ひどいことですよね。それを考えたら。で、表向きはね、えー、日本のために戦った英霊をお祭りしてますよっていう表向きですけど、それにしちゃおかしいんですよね。なんで死んだ原因のものを、そこに多分英霊だったら絶対嫌がるようなことを、多分お家に帰りたい、故郷に帰って、 えー、魂を休めたいと思ってるのに自分を苦しめたものをねそこに置いておくっていうこと自体おかしいと思うんですよね私はねなので、えー、このね昨日10名さんがそのリーケのねことを言ってたんであと思いましたそれでコメントいくつか読んで自分で納得しましたなるほどと思いました おかしいことがいっぱいありすぎますよね、あそこは。もしかしたらそういう闇のイルミなんちゃらの、その、霊的なね、そういうものを集める、いわゆるシステムの一つになってるんじゃないかなってちょっと思いました。はい。あの人、あの地下に何があるかは私本当にわかりませんけど、そういう可能性が大きいということですよね。うーん。 ちょっとね、まあ、なんて言うのかな。表面上の、その、いろんなね、そういう、あれでは出てきませんけど、そういうことはね。まあ、後々分かってくるんじゃないかなと思います。これもデクラスが進めば。 だっておかしいですもんなのに、普通だったら神社ってあの、亡くなった人もね、神道の形式で、え、葬る人もたくさんいますのでね、あの神社ってね、亡くなった人も祀ってるっては祀ってるんですよ。でも必ず日本の神様が一緒にま、あの、祀ってるんですよね。だからそういうことを考えれば日本の神様が祀られていないっていうこと自体がおかしいなってちょっと思います。はい。そういうことですね。 だから本当にこれは昨日、なんていうのかな。10名さんが言ってたように闇のイルミなんちゃらのスポットになってるのかもしれないなと思いました。何よりおかしいのは、英霊を祀っているにしては、英霊が嫌がるようなものが境内に置いてあるっていうことですよね。嫌だと思いますよ。自分を死に至らしめたものを、それを置いておくんですから。うん これは嫌だと思いますよ。ねえ、報われないっていうか、なんか休まらないと思いますよ、気持ちが。まあ、ねえ、そういうことです。はい。ちょっとおかしいと思ってます、本当にあの、安の国のね、ジンジンジャーは。うん、ねえ、天ぷらちゃんもね、行きませんからね、天ぷらちゃんも。 本当にこれあの、理系なんのかもしれないなと思いました、理系はい。まあ、ね、真相はまだちょっとね、明らかにされてませんけど、その、神社本庁にもね、登録されてないっていうのもおかしいですよね。うん。まあ、いろいろとおかしい点はいっぱいあります。はい。そういうことです。 はい。私は、まあ、ま、あの、神社割と好きなんですけどね、自然いっぱいありますし、えー、なんていうのかな、こう、調和してる空間がね、ありますからね、やっぱり神社って、自然と一体のね、調和してる空間がありますから、やっぱり私そういうのは、ああ、いいなって思います。湧き水が湧いてたりとかね、えー、好きですよ。でもね、なんかね、安の国々の神,神社はね、 えー、行ったことありますけど、なんか、雰囲気変でしたね。はい。まあ、私が感じた違和感は、戦 <laughs> ャ者が置いてあるっていうことですね。あれはめちゃくちゃ違和感がありました。はい。そういうわけです。まあ、ね、あのー、断定はできませんけど、そういう可能性高くなってきましたね。 まあ、なんていうのかな。日本人のね、私が、あの、アメリカの家境からね、こういうふうに、ものを教わるっていうのは、すごいことだなと思います。今の時代。<laughs> はい。それでは、皆さんまた、ごきげんよう。はい。えー、またね、そのうち、あの、昨日、ラワンさんも面白い動画あげてましたので、また、あの、要約して、えー、出したいと思います。はい。沖縄おばばでした。